いらっしゃいませ。ご予約されてた方ですか。初めての方。ああ、いえ、大丈夫ですよ。幸い今は空いてますし、一元さんお断りなんていう縛りもありませんので。では、コースを選んでいただけますか。お客さんさては、あの有名な耳かき店をよく利用している人ですね。あのお店に行く人は、みんなこのコースを選ぶとき、決まってそんな顔しますから。見ての通り、私のお店には、いわゆる普通の耳かきは置いてません。ちょっと変わった耳かき棒を体験してもらう、変わった人向けのお店になってるんです。普通の耳かきや、前座のお茶出しだのタオルだの、そういう癒しをお求めの方は、今すぐに退店してもらうことをお勧めしますが、いかがなさいますか？さすがお客さん。ここで逃げないということは、相当変わってると言いました。承知しました。耳かきのコースは、メインはゴムブラシ耳かき、仕上げはジェル綿棒で。では早速ですが、私の膝に頭をゆっくり乗っけてください。頭の置き方、上手ですね。相当慣れてると見ました。では、お耳の中チーク。ほうほう。思ったよりも溜まってますね。さては最近、耳かき屋さんには行ってないとか。ふっ、図星。任せてください。ではお客様のご要望通り、まずはゴムブラシを使って、いいですか？当然ですよね。なんて言ったって、私は様々な耳かき棒を集める耳かき棒コレクターですから。私の店に気持ちよくない耳かき棒なんて存在しないんですよ。それにしてもお客さん、この耳かき棒を選ぶなんて、なかなか見る目ありますね。だってこのゴムブラシは、マニアの間では高値で取引されていたんですから。あ、もちろんれっきとした耳かき棒であって、違法なものではないので安心してください。
ジュリジュリジュリ、耳かき棒って奥が深いですよね。同じ耳を掃除する道具なのに、素材や形一つで感触や聞こえる音が変わってしまう。なのにトリを使ってもみんな口を揃えて気持ちいいと言ってしまうんですから。いや、私のお店開店して半年ぐらいです。こんな路地裏でひっそりと営業しているので、お客さんは1週間に数人常連さんが来るぐらいです。なのでお客さんのような一見さんってのはかなり珍しいんです。別に売り上げとかはどうでもいいんです。お店というよりはほとんど私の趣味ですから。大勢のお客さんを相手するより、私の趣味に付き合ってくれる物好きさんと楽しんでるって感じですから。お客さんが選んだ仕上げのジェル綿棒タイムに。ボンテンの代わりにジェルなんかしたら余計に汚れちゃいますよね。でも耳かきで逆に汚れる、それもまた一興。結局は気持ちよくなればいいんですよ。このジェルを使った耳かきは常連さんの中でも特に人気なんですよ。そしてこれを選ぶ人は決まって変態さんが多い。お客さんはたまたまですか？それとも本当に？
りゅぐりゅぐりゅ。ほーら、せっかく綺麗になったお耳がまたどんどん汚れてしまってますよ。伝わりますか？ぐちゃぐちゃ、にゅるにゅる。そもそも耳かきのためにわざわざお金を払ってこういうお店に来ること自体、そういう趣味がないと利用しませんもんね。まあ私からすれば自慢の耳かき棒を試したいから万々歳なんですけど。一応仕上げという形なのでこれくらいにしておきましょうか。メインの時はもっと長くやるんですけど。ではこれはちょっとしたサービスです。お客さん、自分で動くなんてさすが流れが把握できてますね。では遠慮なく。ふむふむ、コメントなし。右と同様の汚れ具合。もしかして自分で動いたのって気持ちよすぎて待ちきれなかった。した理由ですか？そんなものないですよ。ただ自分が好きなことを仕事にしたかっただけ。そこに理由なんていりますか？まあ確かに変わったお店なので気になるのも無理はないと思いますけど。趣味は他人に理解されないことを前提としなければならないというのが私の持論でして。でもここに来店してくれるお客さんたちはそんな私の趣味を理解してくれる数少ない人たちですから、それが嬉しくて
このお店は続けてるんですよ。開店した理由はさておき、お店を続ける理由としてはこんな感じです。月こそ物の上手なり、こんな趣味を持っているおかげで耳かきも随分上手くなりました。ぶっちゃけ有名店なんかよりかなり気持ちいいと思いませんか？私も嬉しいし、お客さんも気持ちいい。完全なるウィンウィンですね。このこんな声を聞きたくて来店する人も中にはいるんですよ。ほんと変な趣味ですよね。気はしないんですが、褒めてもらいたいのは耳かき棒の性能の方でして、だからそれ以外に興味が湧かないようにわざと髪で顔を隠してるんです。覆面マスクとかしたいんですけど、それだと見えなさすぎるので。よし、左耳もこのくらいで。あ、今顔がにやつきましたね。ジェル綿棒、そんなに気に入ったんですか？では次に来店するときはこっちメインでご注文をお願いしますね。
お客さんにはもう一つだけサービスをしてあげます。最初にも言いましたが、このお店に来る人、そしてジェル綿棒を選ぶ人は変わった趣味の人が多いですから、お客さんもきっと気に入ってくれますよね。変態。普通の耳かきじゃ満足できないって、かなり危ない領域に来てるの理解してますか？これじゃあいつもの耳かき屋さんも変態すぎて敵になるかもしれないですね。以上で耳かき終了になります。その顔、ずいぶんすっきりされたみたいですね。どうやら最後の罵りってやつも効果はあったみたいですし、気分を悪くしてしまったらどうしようと内心ヒューヒューでしたが、よかったです。ちゃんとお客さんが私の見込んだ通りの変態さんで。それでは一応形として、本日の耳かきはいかがでしたでしょうか？もしまた変わった耳かきを体験してみたいと思う時がありましたら、いつでもご来店ください。